俺そういえば子供の頃ボールをすごくぶつけたんですよ。あれもしかしたらそれが原因かもしれないよねってことあるんですね。なんでそんなこと起きるのっていうと、眼科医の平松です。今日はあなた子供の頃にこんなことありませんでした？それが実は今のあなたの病気の一つの原因だったり悪くなる原因かもしれないので、ちょっと思い当たるか思い出してくださいってことについてお話しようと思います。あなた子供の頃目をぶつけたり殴られたりした経験ってないでしょうか？いや私はそういうことしたことないしっていう人はいいんですけど、ボールがぶつかったとか、まあ入院するほどぶつけたとか、もう本当に手術したとか、そこまでじゃなくていいんですよ。ボールぶつかったとか殴られた目をねっていう風になった場合、小学校で受けたとしましょうよ。中学校問題ないと、高校も問題ないと、そしたらもう子供の頃の怪我なんて関係ないじゃんと。その時になんか網膜剥離になるだとか、なんか大きい病気になっちゃう、怪我になっちゃうんだったら、まあわかりますよ。小学校の時怪我して。でも、それが大人になって原因として現れてくることがあるんです。例えば、白内障。なぜか、右目だけがすごく悪くなっちゃってる。左目だけがすごく悪くなっちゃってる。もう片方は全然大丈夫です。っていう人だとか、白内障って言うと、まあ、70歳とかそういう年齢で手術を受けるってイメージあるかもしれないけど、3、40歳なんだけど、白内障手術をしなきゃいけないくらい。悪い。両目悪いかっていうとそうでもなくて。で片方だけが異様に悪いと。で、よくよく話を聞いてみたり、思い返してみると、そういえば子供の頃に、なんかすごく激しく目をぶつけたなって記憶あるんですよ。ってことあるんですね。するとですね、白内障手術が普通のとはちょっと変わってくる可能性があります。加齢性の白内障と外傷、怪我性の白内障だと、ちょっと手術の難しさとか状況が変わってくるんですね。目の袋の中に、白内障の汚れのレンズがあって、その汚れを取って、代わりに人工のレンズを袋の中に入れていくんだけど、この袋自体も怪我だから、何らかこうダメージを受けてることがあって、すると、まあ、普通に白内障手術終わらなくて、時間がかかったりだとか、レンズを縫い付けるまたは固定する特殊手術をしたりだとか、まあ、そういう可能性が、まあ、ちょっと出てきちゃいますよっていうのはありますね。白内障だけじゃないんですよ。緑内障とか。緑内障って、だって普通に年齢性にゆっくり悪くなるもんでしょ。思うかもしれないけど。いるんですね。なぜか片方だけすごく悪くなってる。よく聞いてみる。あれ、そういえば、子供の頃、ボールをすごくぶつけたんですよ。あれ、もしかしたらそれが原因かもしれないよねってことあるんですね。なんでそんなこと起きるのっていうと、目には水が流れる、まあ、目の玉に水ができて、で、それで角膜とかいろんなところに栄養を活かして、で、流れるっていう、この一連の流れがあるんですけど、その流れるところを隅角って言いますね。その流れるところが外傷、怪我によって、切れて出血したりだとか、もう避けちゃうことがあるんですよ。避けた瞬間は逆に下がったりいろいろするんですけど、もう治ってくる過程で、まあ、変に治ってしまって、そこの水の排水が悪くなってしまうんですね。とはいえ、全部が悪くなったら、もうすぐわかるんですよ。ぶつけました。もうその翌日、もう1週間、2週間ぐらいで眼圧が50になりました。で、手術しなきゃねとか、全然見えないですとかってなるんで、わかるんですよ。でも、全部はダメージ受けてないと。一部ダメージ受けてると。でも治っちゃったと。で、他のところは普通ですと。なってくると、じゃあ、2分の1とか、4分の1、目の玉の中から水を排水する機能が落ちてますと。若いうちはそれで全然 OK でした。でも、年齢を重ねてくると、その4分の1、2分の1のダメージが響いてきて、それまで大丈夫だったのに、眼圧がちょっと上がってしまうとか。眼圧はそこまでじゃないんだけど、まあ、視野が悪くなってしまうとか。まあ、そういうふうに悪化する可能性っていうのがあるんですね。はたまた網膜剥離ですね。目の奥の網膜。網膜剥離っていうのはこうボクシングでなるイメージがあるんで、まあ外傷のイメージあると思いますけど、まあ、ぶつけたことによって
網膜、目の奥の膜が曲がれてきちゃうとか、まあそういうことがあるんです。二つ目としては、生まれた時、どうでした？未熟児でした。っていうこともあると思うんです。でも、親も、まあ、そんなに子供に説明してなかったりだとか、自分の中でも未熟児だったことと目ってなんか関係あるのって思うから、眼科に行った時に、じゃあ、60歳になって、眼科に行きました。実は昔未熟児でしたって言うかっていうと、あんま言わないじゃないですか。するとですね、未熟児とか生まれる時にちょっと低出生だった子っていうのは、目の端っこに血流がうまくいっていない人っていうのが結構いるんですよ。まあ、ひどい人はそこでレーザー打ったりとか手術したりしてるんですけど、まあ、そこまででもなかった。でも、やっぱ血流悪い。すると、将来的に、まあ、そこが原因で網膜剥離になったりだとか、まあ、緑内障になったりだとか、網膜の他の病気になったりだとか、まあ、そういう可能性もあるんですね。まあ、要は、目の血流が悪いっていうふうに思っていただけるといいかなと思います。なので、まあ、子供の頃、未熟児だった。これは、昔のことだから関係ないよとは言えずに、もう現状今と、まあ、大きく、まあ、関連してくるっていうふうに思っていただけるといいかなっていうふうに思います。はたまた大きい病気をした。例えばそうですね、すっごい高熱を長期間出したとか、若年性のリウマチになったとか、まあ、いろんなこう大きい病気を抱えたお子さんっていうのもいると思います。すると、その治療の過程で、まあ、いろんな薬を使ったりして、例えばステロイドっていうお薬を使ったりだとか、することもあるんですね。それで、緑内障になったりだとか、神経弱くなったりだとか、まあそういうことが起きることもあります。また、まあ、体調悪い熱、それだけでも視神経、神経が悪くなったりだとか、目の動きが悪くなったりだとか、まあそういうことあるんですね。ただ熱出るだけでなんか目って悪くなるの？そんなこと関係ないでしょって思うかもしれないけど、まあ、あるんですね。まあ、一番わかりやすくて有名だったとギラン・バレー症候群とかって言ったりして、まあ、風邪を契機に目を動かす神経とか、まあ、いろいろ弱くなっちゃって、物が二つ見えたりだとか、まあ、する、風邪ですよ、風邪。特別な風邪じゃなくて、普通の風邪で、まあ、そんな感じになっちゃうんですよ。あるんですね。これは女性だけなんですけど、出産前後で、ホルモンバランスいろいろ変わって、それによって、まあ、緑内障状況が変わる。まあ、こういう方もいらっしゃいます。ただ、ない人がなるってことはあんまりないんですけどね。まあ、実は緑内障が毛があって、それが悪くなるとか。まあ、逆にね、落ち着く人もいるんで、これは言い悪いというわけではないんで、まあ、どっちにも転ぶんですけど、妊娠、出産というのも、まあ、かなり体の状況を変えてしまう。まあ、特に妊娠糖尿病とか、妊娠中なる女性もいらっしゃるんで、まあ、すると余計、いろいろ起きやすいって思っていただけるといいかなっていうふうに思います。あとは弱視ですね。子供の頃弱視だって言われてたとか、視力が出ないって言われてたって方の場合は、十分に視力が出てる人もいますけども、実は視力はできらない人もいるんです。視力は頑張って 0.89 までいったんです。でも 1.0 までいかなかった。じゃあ日常生活に影響するかっていうと、ほぼ影響しないです。0.89 見えてれば、まあ別にね、普通に見えるじゃないですか。だから普段自分としては全然気にならないんだけど、まあ、眼科に行って治療を受けるときに、何をやっても 1.0 まで治らないよね。よくよく話を聞いてみると、実は子供の頃弱視だった。お、実はもうすでにその弱視今もあるんですよってことはあるんですね。なので、まあ、これらのことはちょっと一回頭に入れていただいて、起きたことないかなとか、自分の親とか聞いてみるのはいいかなと思います。もう一回言います。怪我、まあ、特に大きい怪我ですね。ぶつけたっていう記憶はないでしょうか。未熟児、つまり生まれる時にちょっと低出生体重だったとか、まあ、そういうのはないでしょうか。大きい病気、入院するような大きい発熱とか起こしたことはないでしょうか。っていう、ね、まあこういうのをまあ基本としていただいて。もちろん、まあ、妊娠はね、さすがに自分でわかると思うんで、子供の頃の記憶をちょっと辿っていただいて、もし、それがあって、じゃあぶつけた方の左目が実は悪いんですって言ったら一言、まあ、眼科医に言っておくと、あれ？そしたら実は外傷性かもなっていうふうに気づいてくれることもあるので、ちょっと一言言っていただければいいかなと思います。ですからぜひ、自分が子供の頃どうだったか、ぜひぜひ思い出して、まあ、思い出にふけるのも悪くないと思いますんで、まあ、そういうふうにしていただければと思います。
まあ、こんな感じでいろんな情報を日々アップしていきますんで、まあ、ぜひチャンネル登録ベルマークだけだと、見逃しやすいので、概要欄にメールマガジンっていうのありますんで、まあ、それも登録していただければと思います。よろしくお願いします。